こんにちは、リンコーマイスターの岩田です。いつも YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日はこちらのメットというヘルメットメーカーの、リバーレミップスというモデルをご紹介したいと思います。まず箱から出してみます。最近やたら過剰なね、箱に入っているヘルメットとかシューズとか多いんですけど、これ割と簡単に潰れちゃいますね。で、中身もこう、ビニール袋で。まあ、とてもシンプルでいいと思います。はい、箱から出してみました。これはイエローというモデルで、全部で7色あるうちの一つです。ウェブの画面で見るよりね、黄色というよりは少し黄緑っぽい、感じがします。で、真ん中が黒くて、後ろも、黄色くなっているので非常に視認性が高いと。で、特徴がミップスというモデルがついてます。この内側のね、この黄色い板というかプラ板なんですけど、これがシリコンのこのゴムみたいなものでヘルメットとくっついてまして、こう地面にこうバーンとぶつかった時に内側がちょっとこうキュッキュッとこう動くことで、まあ、衝撃を吸収するというか、いなしてくれるという仕組みになっています。で、昔ねメットと言いますとストラディバリウスっていう、まあ、モデルが、すごい売れたことがあったんですけれども、結構ね、細長かったんですよ。で、私、全然かぶれなくって、使えなかったっていう思い出があるんですけど、最近のメットはね、非常に丸くなってます。メーカーとしてはアジアンフィットとは明記してないんですけど、まあ、OGK より、まあ、OGK ほどいかないですけど、その、まあ、一歩手前くらいの丸さになってます。で、後頭部は、まあ、よくある、こう、ダイヤル式ですね。で、非常に薄いダイヤルです。あまり出っ張りが少ない感じですね。で、中の、まあ、パッドがこう一つずつですね、これが一個じゃなくて、まあ全部で 1,2,3,4,5,6 個くらいのこのパッドがついています。ヘルメットの被り方をここでもう一回おさらいしたいと思います。一番ダメな被り方は、上からポコッとこう被ってしまう被り方。この被り方ですと頭にフィットしません。ヘルメットも頭でもですね、まあ、構造というか形を見てもらえば分かるんですけれど、こう横から見ると頭ってこう前の方が低くなって後ろが高くなって、一番横幅があるのはこの耳のちょっと後ろぐらい、まあ、8と呼ばれるこの辺りですね。でヘルメットも同じように、丸というか卵型になってまして、おでこの方が少し細くなって、この深さですね、深さも真ん中より少し後ろ側の方が深くなってます。で、構造はこの後ろのダイヤルですね、これを締めることで後ろ側をこう寄せることでこうフィットさせる。つまりおでこ側っていうのは一切動きませんので、後ろ側で調整します。はい、ですので真上からドスンとこう被ってしまうと、後ろがこうフィットした状態でおでこが少し開いています。この状態でダイヤルを締めても、前側がフィットしませんね。ですので、被るときは必ずこう拝むような感じですね。おでこを当てる。で、おでこをフィットさせた状態で後頭部のダイヤルを締めると、はい、まずこれが一番重要なことになります。高さですね。まあ、今更こういうね、なんか昔のアイドルみたいな被り方をする人はいないと思うんですけど、まあ、逆にこう深すぎるのもダメです。眉毛くらいまで深く被ってしまうと、ロードバイクのこう前傾姿勢になった状態だと、こう非常に前が見えにくくなりますので、こう猫背になって顎が上がって首肩が痛くなるということになりますので、眉毛よりも指 1,2 本ぐらいは上にこのラインが来るようにしてください。で、さっき言ったこう前押さえでダイヤル。で、顎紐ですね。はい。この顎紐っていうのは靴を買った時の紐と同じなので、いきなりフィットするなんてことは絶対ありません。だいたいまあ長くできてます。これ例えば今これこのままですね。ただ止めますと、はい、こうダルダルですね。で、まあ、この顎紐をキュッと締めるっていうのはまたなんとなく直感的にわかると思うんですけど、あまり気にしてない、気にしない人が多いなと思うのはこの耳の下ですね。この Y になっているストラップがこうダラダラとこういう
感じ。結構これね、イベントとか行くとこの状態で乗ってる人とかいるんですよね。あのフィット感が悪いのでこう取れやすくなってしまいますので、非常に危ないので、この顎紐の、耳のラインですね、必ずフィットさせるようにしてください。で、耳のすぐ下で、前後位置も調節してくださいね。前後もこう前の方にあったりするとこう顎紐が取れやすくなりますので、そうならないように、顎の一番深い位置で止めれるように調整してください。まあ一度取って、こう Y の前後ろの紐の長さを調節すると。で、調節するときも、ちゃんと順番がありまして、バックルのこのオスメス、で最終的に全部つながってて、このオスのこちら側で長さ調節しますので、一番最初はこの反対側ですね、メス側のこの前後のこの位置を調整してぐるっと回ってきて、最後オス側という順番になります。顎紐の長さはよくここに指が1本とか2本とか入るくらいって言うんですけど、こう引っ張れば結構ギュッといくのと、この下って皮膚が柔らかいので指だとね、こういくらでもこうめり込んでいきますので、割とピッとフィットするような感じで、ただ、しきつすぎると下を向いた時にグエッとこう、首が締まるようなことになりますので、下を向いても苦しくない。で、上向いたら逆に少し開くくらいですね。で、前から見てこうダランとしてないような感じですね。このぐらいですね。あんまり紐見えないでしょ、黒いのっていう感じの長さに調整してください。まあ余談ですけど、よくあのヘルメットの宣伝とかしてる、まあモデル、女性のモデルの方だと、明らかにサイズが合ってないのに、これ、すごい合いますとか言ってる人がいるんですけど、大体こういう感じの人ですね。まあ顔がちっちゃいんですよね。まあモデルの方とかですと、顔がちっちゃいので、これもね、M と L しかないので、S がないんですよね。そうすると顔の小さい女性にはまず合いません。で、それを M を無理やり被って、るもんですから、こんな感じになっちゃって、さっきの深く被ってるのと同じ状態、こう前が見えないような感じになってますので、女性の方で顔が小さい方、まあ男性でもいるんですけれども、そういう方は S サイズを作っているモデルを選んでください。で、ヘルメット被るとですね、脱いだ時に髪の毛がぐしゃぐしゃになりがちですので、私は割と、夏でも冬でもこのサイクルキャップをかぶってます。で、昔のヘルメットがこう義務化されてなかった選手の写真とか見るとね、割とこういう感じで深くかぶってるんですけど、なんとなくかっこいいんですけどね、これもさっきの、深くかぶりすぎたらダメですよっていうのと一緒で、前が見えません。顎が出て首が猫背になって首肩が凝るということになりますので、ヘルメットを下にかぶるときも同じように少しおでこを意図的に出す、眉毛よりも指1、2本は上に出すような感じ で、またヘルメットをこう前側から当ててダイヤル調整で、顎紐というふうにしてください。で、最近のこの顎紐は割と、軽量化というか薄い素材で使ってますので、こうすぐずれるんですよね。これかぶるたんびに顎紐調整するような感じです。あと、ここのさっき言った Y のこのプラスチックのパーツですね。これもパチンとこう、ロックができるタイプとできないタイプがありますね。これ、ロックできないタイプなんで、うっかりこうビュッと触るとすぐにずれちゃいますので、ご注意ください。で、ロックがあるのは、これかな。これまた別のメーカーなんですけど、ここにこう、プラスチックのね、空気入れのレバーみたいなものがついてますので、これでロックしておけば、これは、雑に扱ってもずれませんので、まあ、こういうのを選ぶっていうのもありですね。はい。で、ヘルメットの下にサイクルキャップをかぶってると何がいいかっていうと、まあ、夏場だと汗ですね。ヘルメットとこうジャバジャバ洗濯機で洗えないので、洗うときはこのパッドを外して洗うと。これ結構付け外しがめんどくさいので、キャップだと、まあ、これ洗えばいいと。で、冬はもちろん防寒にもなりますので、これかっこいいな、これ。リンコーマイスターキャップ。うん。キャップをかぶるというのもおすすめです。
ということで、メットのリバーレ、ミップスのご紹介でした。